Market Scramble。 月曜夜はマーケットスクランブルよ。はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。フリーアナウンサー大橋ロコです。今夜のマーケットスクランブルはサンワード貿易ストラテジスト松永秀樹さん、よろしくお願いします。こんばんは。そしてサンワード貿易チーフアナリスト陳長貴さん、こんばんは、よろしくお願いいたします。3人でお届けしてまいります。さあ、今日のテーマ、良くも悪くもトランプ相場って書いてありますけれども、はい、トランプさん本当にあのお騒がせで、今ねツイッターの話題をちょっとしてたんですけれども、口が悪いなんていう話してましたけれども、ツイッターでシリアの爆撃も予告してみたり、こうのらりくらりかわしてみたりしてましたが、先週撃っちゃいまして、はい、実際に軍事行動出ましたね。一度きりで終わりともう言われているんですが、まあ、でもね、私あの結構あの人うまくやってると思うんですよ。あ、支持率上がってるみたいですね、うん、で土日にかけてやってるってことは、はい、マーケットへの影響がすごく小さいですよね、はいはい、でそこで1回って言って打ち切っちゃったら、もう材料なんないじゃないですか、はい、そう今日ねあの日本市場どうなるかと思ったんですけど、意外にしっかりとした相場でしたね。松山さん、どうご覧になりましたか。いや、もう驚きましたですよ。驚きましたね。もう朝から為替が堅調ですから、はい、意外とね、うん、ですから、まあ、うまくやったというのか、そうですね、まあ、今後ねあのロシアとか、うんうん、イランとかがやっぱりねアサド政権側についてるという話がありますので、はい、まあ、どのように広がっていくのか不安が多い中、やっぱりこの影響で動いた相場っていうのはいろいろあるかと思うんですよ ね。そんなところをちょっと見ていきたいなというふうに思います、はい、まず前半松永さんに聞いていきたいんですが、はい、よろしくお願いします。ちょっと直近の足元原油価格、やっぱりちょっとこれ影響しましたか。そうですね、はい、まあ、あの1日で終わったということで、原油市場がどんどん上げてきたんですが、はい、あの期待外れということで、はい、まあ、現在はその67ドルを割り込んで66ドル50セント付近までちょっと下がってます。はい、な反落というか、まあ、ちょっとこう利食い売りが出てるというか。そうですよね、はい、で、まあ、ニューヨーク原油のチャートを見ると、はい、まあ、あの66ドル付近が上値抵抗線、うん、で、それに加えて右肩上がりの下値抵抗線、はい、まあ、三角持ち合いを形成してますので、はい、まあ、これを上下どちらに離れるかに、注目しております。最初これねダブルトップで下がるかと思わせておいてのこれトランプ相場ですね。そうなんですよね、はい、1ドルぐらい上値抵抗線超えたので、はい、上っ離れたのかなとも思うんですけど、現状はまた、現状はまだ何とも言えないかなと。これどっちに行くっていうふうに占うではいいのか。うん、そうですね、まあ、中東の地政学的リスクはまだまだ続きますので、うん、はい、まあ、それとかオペックの減産純支出、まあ、去年8月に 100% を超えて、はい、今年の3月で 133%、 みんなよく守ってますね。どんどん減産純支出が上がるので、はい、まあ、それと中国の3月の原油輸入も過去2番目、うん、で中国が今年、戦略備蓄を3割増やすとも言ってますので、はいはい、まあ、そちらも堅調ですから、買いも旺盛なんですね、うん、大崩れする相場ではないのかなという形で見てます、はい、そうするとちょっとまたこれ上値をこう超えていく可能性もある、うん、まあ、あるんですけど、最近の原油市場はですね、はい、まあ、ニューヨークダウ の右へ長いというか追属相場になってますので、はい、ダウ相場がどうなるか、まあ、それが注目されるところかなとは見てます、はい、じゃあダウのチャートをご覧いただきましょう。同じ三角持ち合いではあるんですが、若干今度割れ抵抗線が右肩下がり、形が違う感じはありますね。下の抵抗線がこう2万3300ドルぐらいで横ばいと、はいはい、まあ、これがどちらに離れるかで、これの答えはやはりその1、3月決算、はい、あ、業績相場シーズンですね、はい、で先月末から本格的に始まりまして、はい、まあ、今週来週が山場ですから、はい、まあ、それでどちら向くんだと。ただ今回に関したら、はい、そのリーマンショック後最高の企業業績が、はい、企業利益が予想されてますので、うん、まあ、おそらく三角持ち合いからニューヨークダウが上っ離れする可能性が高いと、一旦上に行く可能性があると、うん、まあ、そうしたリスクオンで原油市場も上っ離れの可能性があるかなとは見てます、はい、じゃあ原油そのものの需給というのは今どういう状況ですか。そうですよね、まあ、ようやくですね、はい、富士容器を脱したという形になってまして、はい、原油在庫と清書稼働率というグラフがあるのですが、はい、これが1月半ばから3月上旬まで稼働率赤い棒グラフが、折れ線グラフが
大変あの低く 88-87% まで下がり、まあ、清書稼働率が富士沖は下がるので、はい、この時期はやはり原油在庫がどんどん増えたんですね。うん、まあ、しかし今上がってきましたねこれね。そうなんですよね、はい、3月中旬から清書稼働率がどんどん上がりまして、はい、夏場のエネルギー需要のピークに向けてこれからどんどん上がるので、はい、まあ、それを考えると、これから夏場に向けてはアメリカの在庫は減少傾向をたどると見られているんです。はい、まあ、そうしたこともその足元の強さがあるんですね。はい、だから大崩れする相場ではないとは見てます。需要期に入ったという、まあ、ガソリンですね、うん、皆さん車に乗る時期に入った、まあそうですよね、ということなんですね。でクーラーとかで夏場が一番エネルギー使いますから、はい、うん、ということで、まあ、ちょっとこう需給がタイトになってくるとやっぱり上の方に行きやすいのかなと。そうですね、で今回のまあ決算発表なんですが、はい、でニューヨークダウの週足にですねちょっと加工したグラフ、これ面白いチャートですね。そうなんですよね。はい、何ですか。でこれはですね、はい、あの企業利益の前年度比のあのつけたんですね。はいはい、でちょうどその2013年4月から、はい、14年、12月までは、はい、大体その 6% から 10% の増加、増加収益、まあ、それによってその時期はどんどん、はい、ニューヨークダウンも上昇したんですね。まあ、しかし2015年前半は企業利益が 2% から 3% の増加にとどまったので、はい、ダウが横ばいになっちゃったと。確かに横ですねこれね。そしてまあ2015年7月から、はい、6月から7月からですね、はい、で2016年6月まではマイナス。あ、そうだったんですね。企業利益は一時マイナス 6.9% いきまして、まあ、景気後退が叫ばれている時代、この時期はダウが下がったんです。はい、まあ、しかしまあ2016年7月からどんどんね 5% から 14% 増で、直近は前回前四半期が 11.9% 増、その前が 5.8、 その前が 14.1% 増で、今回の予想が、ロイター予想によると 18.4% 増、はい、リーマン後最高の予想出てるんですよ。はい、うん、これ本当に綺麗に業績とともにそのボラティリティが変わってきてるんですね。で、あとはその2016年10月、はい、11月、はい、そのトランプ大統領になってからのトランプ相場、はいはい、まあ、これでダウが8700ドル上がったんですが、すごい上がりましたね、うん、すごく。だから約 50% の上昇なんですね。はい、まあ、それね 50% の上昇に対して今回 37% 下落したので、ああもうそんなにですか、うん、はい、上げ幅に対する 37%、はいはい、だからまあ調整圧としたら、うん、一巡したのかなという形で見てますので、はい、あとはこの業績次第、予想通りの高決算であればもう一度ダウが上向くのかなとは見てます。はい、そしたら、ね、原油も上向く可能性があるということですが、はい、でもちょっと気になるのは原油って今みんな買ってる、みんな買ってるんですよ、みんな買ってるんですよね、みんな買ってるんですね。はい、でファンドポジションのグラフがあるんですが、はい、まあ、その原油の買い越し枚数が、まあ、過去最高水準に達してまして、はい、まあ、ここまでファンドの買い越しが膨らんでたら、はい、目先買いたいんですけどあまり力入れて買えないですよね。そのいつそのファンドの手締まいで崩れるかわからないという、ね、この人たちが巡ったりすると下がっちゃいますね。だから私的にはうん、今回 の, そのシェールオイル開発企業の四半期決算が出そろえば、はい、うん、売っていった方がいいんじゃないかなと思ってます、ね、逆に言うと決算が出そろえば、ね、ということですか。シェール企業っていうのはエネルギーセクターですね。エネルギーセクター、はい、で今回 S&P 採用企業の企業別の利益予想を出してるんですが、はいはい、S&P500 企業の平均が 18.4% 増、そのグラフこれですね、はい、ちょうど真ん中のあたりが平均の予想ですね。で今回はエネルギーセクターが 72.1% 増で、すごい圧倒的なんですよ、はい、うん、こんなに利益が出てる、うん、で特にその、はい、シェールオイル開発企業にとっては、はい、過去最高の業績を出す会社が続出するんじゃないかと。じゃあ足元原油上がってきましたからね、うん、はい、でまあ、その以前100ドル相場で推移してた、はい、まあ、2011年頃は生産コストが80ドルだったんで、うん、コストと製品の差が20ドルぐらいだったんですよ、はいはい、でその後原油暴落とともにコストがどんどんね、はい、下がっていって、はい、今で45ドル割り込んでる状態、はい、それに対して原油価格がその67ドルときてるので、うん、まあそのコストと製品の差が22ドル3ドルと開いてまして、うん、今の方がやはりシェル企業は儲かってる儲かってると、はい、でここまでのその大幅なこの黒字
を出してくると当然、決算発表と同時に発表する企業あの業績あ企業の営業目標ですね、はい、設備投資を増やす企業が増加して、はい、おそらくその増産計画もどんどん出てくるだろうと、はい、だからそのシェール企業の決算が出そろう5月上旬頃からは、はい、原価格崩れる恐れもあるんで、なるほど、決算が出たらということですか、出揃ったら、出揃ったら、だから今月下旬は、はい、行き過ぎた高値を売ってみては面白いんじゃないかと、はい、それまでは目先的にちょっと強気だけど、はい、私はちょっとそういう考えで、ちょっとこう高いところの売り場狙いという見方が、はい、見方してます、はい、そして、この番組でも常に追いかけてきたゴムがやっぱりちょっと安いところに放置ですね、うん、でまあ産地現物価格がだいたいコストを、キロ当たりのコストを3バーツ割り込む、50.1 とか、はい、50.5、まあ、51バーツぐらいで安定してまして、はい、まあ、だいたいこの辺からはもうこの 1,2 ヶ月下がってないので、うん、まあ、あのコスト割れを起こしているのでだいたいもう底堅いところで、輸入採算価格コス、がだいたい178円付近ですから、はい、東京ゴムの今日の当月切りが8円ぐらい下回っているところ、あら、まあ、そんなに、うん、だからまあ過去にもあるんですよ、輸入採算価格を10円ぐらい割り込むことも、はい、ただそれ以上割り込むことはないので、まあだいたい下限に達したのかなと、うん、下では硬 い、うん、下では硬い、じゃあ押し目を拾いたい感じなんですか ね、 で、 すよね、で、はい、次のその当業者のポジション、これはその東京ゴムにおける商社などの当業者のポジションなんですが、はい、まあ、これがその3月中旬には一度ニュートラルになったのですが、そこから一気に買いが増えて今で、うん、1400枚から1500枚の買い越し、本当だ、買い越しですね、うん、まあ、この商社いわゆるヘッジャーが買い越しに変わるのはすごく珍しいんですよ、はい、例えば昨年1年間でしたら、はい、ヘッジャーが買い越しに変わった日は1日たりともない、はい、なこれどういうことが起きてるんですか。やはりね、産地が今減産期なんですよ、はいはい、減産期で無理してあの産地で手当てするよりも、はい、輸入採算価格を割り込んでる東京で手当てした方が安い。いや、なるほど、じゃ東京で買った方がいいと、うん、だからもうこの私もね、数年ぶりに東京社があの買いに変わったところを見たんですが、はい、これ見る限りはやはり買いで居座ってるのが勝ちかなと、うん、売れないなって感じですよ ね、 そうですよね、ここからはね。でそして次がトウモロコシ市場、はい、でまあ、シカゴコーンの週足に赤い棒線引いてるんですが、はい、これがその年の生産コストですね、まあ、今回ラニーニャによる干ばつでどんどん上げてきたのですが、はい、390セント付近で上昇力が止まったんですね、はい、ここが昨年の収穫のコストなんです。あ、ちょうどコストのところに来たんだ。だから農家が収穫後初めてコストに来たので、はい、今農家売りの圧力がすっごい強いんですよ。あ、じゃあ採算取れるって言って今初めて採算まで来たと今まで採算までずっと続いてたから、うん、だからその農家売りがきつすぎて上値取れない状態、はい、だから目先的には弱いんじゃないかなという形では見てますね、はい、まあ、ただその傾向的には毎年7、8月頃に高値出してるんです。例年ね、はい、去年一昨年その前も大豊作だったのですが、はい、それでも7、8月にはあのいわゆる受粉期には高値出す、はい、天候相場に向けてということですね。で最終的に豊作という時には毎回9月頃安値つくという傾向があって、はいはい、それで考えたら今年の相場が豊作だとしても春に買って夏に売れば、はい、おそらくパターン的には儲かるだろうと。じゃあ6月7月に向けてはこのコスト上回るとこまで買われるんじゃないかと、うん、で特に今回は米中貿易摩擦で、はい、大豆コーンの面積が減る予想が出てきてるんですね、はいはい、で今年はその作付けコストの安い小麦とか、はい、収益率の高い綿花の面積が増える予想が出てるんです、はい、だから相当面積も減りそうですので、はい、天候相場は相当荒れるんじゃないかと、はい、で最後のページこれがそのシカゴコーンの月足に月足ですね、はい、その年 の、 あの生産コストを入れたのですが、だいたい豊作になればコストを割り込みますね、はい、その代わり不作の時にはコストを大幅に上回る2010年、11年、12年、もう8ドル相場ですから、すごいですね、はい、であの今年が豊作になるか不作になるかわからないですが、はい、まあ、毎年豊作の時も7月、はい、8月には高値出してるし、はい、不作になればラッキーという感じで、今の水準はダメですけど、主導しあれば押し目買いも行こうかとは考えています。はい。
少しね今農家の売りが旺盛な状況ですので、まあ、若干ちょっと上値重い時期続くんですが、そこを拾ってみると6月7月に向けてはちょっと大きな相場あってもいいんじゃないのかなということですね。はい、はい、ありがとうございます。前半は松永さんにお話伺いました。では一旦コマーシャルです。マーケットスクランブル、今夜後半はザワード貿易のチーフアナリスト陳長貴さんにお話伺っていきます、はい、よろしくお願いいたします。さあ、まあ、トランプ相場とは言いますけれども、はい、まあ、株価の方はちょっとね若干こう不安定な動きも見られますが、それでもなんかアメリカは利上げやるみたいなムードですね。先週の、ね、FOMC 議事要旨を見ましても、はい、今年の利上げペース加速するような部分もありましたし、はい、まあ、今後の経済指標かとは思うんですね、はい。でまあ、直近の FOMC を見ますと、はい、まあ、これ5月、確か1日でしたかね、はい、に FOMC はありますが、はい、まあ、そこでは議長会見ありませんので見送りと。5月は見送り、はい、注目は6月ですね。でこの6月なんですけれど、はい、もうすでにですね、95% 近く、はい、利上げが見込まれておりまして、まあ、ほぼ確実とされている状況です。これは CME フェドウォッチを見ると、はい、もう 94.5% 利上げがあると市場は織り込んでいると、はい、ここまで来るとやらない方がサプライズですから、やるんでしょうね。やらない場合はかなりこうドル安になってしまうかと思います。そうするとね、アメリカの金利もっと上がってもいいのかなと思うんですが、今のところちょっと落ち着いてませんか。そうですね、はい、まあ、あんまり上がりすぎるとですね、はい、やっぱり株価にこうマイナスになりますから、現状のやっぱり 2.7 から 8% 台というのは居心地がいいのかなという気がしますね、はい、はい。まあ、ちょっとね、いきなり 3% 超えるんじゃないかなんて年明けは皆さん心配してたんですけど、そうですね、そんなに急にはいかないという状況です、はい、となるとドルはやっぱりそんなに上がらないんですかね。そうですね、まあ、これだけ の金利高にもかかわらず、はい、ドルの実効レート、ドル指数を見ますとですね、まあ、88ポイントではサポートされておりますが、まあ、やはり上値は92ポイントが重いということで、90ポイントを挟んでの持ち合いなんですね、はい、で昨年から その下落トレンドの中にすっぽり収まってますので、まあ、依然としてドル安基調が続いているなというところですね、はい。まあ、政策金利は、ね、順調に上げてきているんですけれども、はいはい、なかなか。そうなんですよ。で金を見る上でですね、名目金利以上に大ポイントになるのはこの実質金利なんですね、はいはい、実質金利と申しますのは名目金利からまあ物価上昇率、まあ、この場合作ったグラフはその消費者物価指数のコアの方を引き算するんですね、はいはい、これをですね、まあ、いわゆる FF レートから引き算しますとですね、依然として 0% を下回っている状況なんですね。全然金利上がってこないですね。だから金利高にもかかわらず、実は金相場にとってそんなにはマイナスにはなっていないというところなんですね。はい、というこういう環境の中でゴールドの値動きがどんなものか、チャートをご覧いただきましょう、はい。まあ、先週ぐらいか、まあ、先々週ですか、米中貿易摩擦とか、はい、まあ、シリアの軍事的な緊張からですね、地政学的リスクを織り込んで跳ねる場面もありましたが、はい、まあ、1370ドルを前にちょっと反落はしてしまいましたが、こうした金融環境から下値はサポートされるというふうに見てます、はい。まあ、ちょっとね、レンジの上を試しているという状況の中 で、ね、まだ、はい、まだ上をこう抜けられないという感じですが、下方向に行くような相場ではやっぱりない、そうですね、ということですね。まあ、やっぱり下げても1300ドルとか硬いじゃないかなと思いますね、はいはい。となると、まあ、どんなところからお金が金市場に入ってきているのかというのをちょっと見ていただきましょう、
っとこれは金の ETF なんですけれど、はい、直近では866トンですね。こう積み上がってきてますね。そうなんですよ。これ年初来の最大量なんですね。まあ、株価が不安定ということと、はい、まあ、やっぱり地政学的リスクも懸念されますし、はい、まあ、やっぱりアメリカの政治状態もなんかこう不安定ですよね。閣僚が次々に辞任していったりと、はいはい、そういった面もありますから、まあ、金というのがそういった安全資産としての受け皿に今なりつつあるんではないかなという気がしてます。株を手締まったら、まあ、キャッシュに変えるか、あるいはこうやって金に、ね、変えておくかという、はい、金はあんまり下がらないので、非常に優秀な受け皿になるということですよね、はい、もしかしたら上がるかもしれないということで、こういう年金とか機関投資家さんたちが金の ETF 市場に、はい、まあ、金を避難、まあ、資金を避難させているという状況が起こっていると、うん、そうですね、はい、そうするとね、あの我々日本の個人投資家さんも金買いたいなと思うんですが、はい、ようやく動いてきたかなというところですね、はい、はい、年初の高値、まあ、年明けに4793円つけましたが、うん、その後、まあ、ほぼ一直線下げて4438円まで下落して円高がね、そうなんですよ、年初から結構はきつかったから、はい、これでやられちゃったのね。で、まあ、その後反発して、はい、ちょうどその半値戻しの4616円を超えてきてるんですね、はいはい、まあ、半値戻しは前値戻しという言い方もありますので、はい、まあ、前値とまでは言わないまでもですね、はい、4700とか4750円がちょっとターゲットに入ってきたかなというふうに見てます。ドル円相場も今ねちょっとね下落ち着いてますからね、硬いというか、はいはい、上がりはしないんですけど下がらなくなってきたということで、まあ、それが金の特性かもしれないですけどね、はい、そうですね、はいはい、ということで、ゴールドがこれほどねちょっとこう環境が良くなってきて上がりそうだというんであれば、はい、プラチナも頑張ってほしいな同じ貴金属のプラチナですね。どうしちゃったんですかね、はい、プラチナご覧いただきましょう、はい、プラチナも同じように下げてるんですけれど、ちょっと戻りが鈍いですね。鈍いよね、はい、まあ、やはり、なんでしょう、金が、まあ、地政学リスクや信用不安といった面から買われるのに対して、はい、白金はやはりその産業用貴金属ですので、うん、どうしても需給要因が優先してしまうかと思うんですね、はい、で今年の需給要因、ワールドプラチナムインベストメントによると、はい、ほぼ均衡しているということで、特に逼迫状況ではないんですね、はい、ということで、はい、金に対する割安とか、うん、同じ白金属であるパラジウムに対する割安で買われる程度かなというところですね、うん、パラジウムも下げてはいたんですけれども、足元でなんか結構そうですね、勢いよく戻ってきましたよね、はい、やっぱこれはアメリカとロシアとの関係があってですね、はい、アメリカがロシアに対して経済制裁をするっていうようなことを言ってますんで、そうパラジウムってロシアからの供給ですから、ロシアが絞っちゃうとそうなんですなくなっちゃうということですよね。この経済制裁するとですね、うん、輸入元が絞られるということで、じゃあパラジウム上がるならプラチナも連れ高になってくれないかな、まあ、多少常高になると思うんですけどねなんかあんまり動いてないですねそう言っても何年経つ、はい、今かなりね、まだ割安に保持されているということで、はい、この番組ではずっと追いかけてきているさや見てみましょう。さやですね、これもう恐ろしいですね恐ろしい1400円終わってもうダメですねもうダメ、これまた何流れを打って、うん、1400円ですからね、下げ始めましたねこれ、まあ、多少戻ってもですね、ええ、また戻ったらこの1500円目指すじゃんあらまあ、金は上がるけど、うん、プラチナは下がっちゃうということですね。そうですね、やっぱりその昔ね中国で爆買いしてた時もありましたし、うんうん、日本でもちょっとその投資需要が減っちゃってるんですよね。中国がね、あの贅沢禁止令っていうのをやってから宝飾需要もなくなって、ね、はい、プラスアルファでドイツがやらかしたっていう、ああ、そうですね、フォルクスワーゲンの事件、はい、あれでディーゼルエンジンの車ってもうこれから作らない方向に、そうなんですね、はい、そうするとじゃあ誰が買うんだって話になってしまいますけどね。そうですね、なんか特効薬でもできればいいんですけどね、はい、産業用の需要というのはまあ一番はディーゼルエンジンの触媒ということですから、はい、それがまあダメだ、宝飾もダメだということになると、新しいなんかこう需要がね、なんかプラチナ使わないと作れないのっていうのが出てこないとね。男が元気になる薬とか、ね、そしたら世界的に売れますね。売れると思うんですね。ちょっとね、女性の肌にあのプラチナが入ってる化粧品はあるんですよ。あ、そうなんですか。ナノレベルのプラチナの入ってる化粧品、5歳ぐらい若返るとかね。ねえ、ちょっと使うべきですね私ね、はい、そうすると多分
地合いが変わってくると思うんですよね。あるんですけど、そんな本当に微量なんですよね。金だってほら金箔にしたりして食べたりするけど、そうですね、マーケットにあんまり影響ないですよね。はい、ということで、金とプラチナの差やこれ1424円というところまで拡大、はい、これドル建て の金とプラチナでもこれ400ドルあるんですよ。だからちょっとそれ行き過ぎだと思うんですね、さすがに400ドルですって。さすがにまあ300ドルぐらいまでは縮むと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとね、さやは拡大傾向というのがトレンドとしてはまだ終わっていないということで、はい、まあ行き過ぎるとこう伸び縮みしてね、一回修正があるかもしれませんが、特効薬的なものが需要が出てこない限り、プラチナはなかなか難しいかなと思います。難しいということですね。はい、はい、ありがとうございます。後半は陳長貴さんに伺いました。さあ、サンワード貿易さんでは続々と面白いユニークなセミナー企画を、はい、計画していらっしゃいますので、ご紹介していきたいと思います。はい、まずは4月21日土曜日、横浜にキャン千秋さんが登場します。キャンと読むんですね、はい、沖縄の方ということですけれども、はい、アニメや漫画、ゲームをこよなく愛するオタクタレントということでご活躍されているんですが、仮想通貨の投資を始めて、順調にいっているということで、仮想通貨だけではなくて他のいろいろなアセット FX ですかね、新しく勉強を始めるということで、大変楽しいお話が聞けるんではないかということで、キャン千秋さんが横浜のセミナーに登場します。そして同じく4月21日新潟に参ります。七海春香さんです。株ドルということで、レースクイーンとかグラビアアイドルということで大変有名な方なんですが、300万円を1年で5000万円にした実力の持ち主。すごいですね。すごいですね。どのようにしたのかという、そういう秘密もお話しいただけるんではないかと思いますが、現在は仮想通貨も取引されているということで、仮想通貨に興味のある方はぜひ新潟七海春香さんのセミナー足を運んでみてください。それから5月12日は3本あります。まずは池袋、新野博さんが登場します。昔、感覚証券で、アナリストを、されていた新野さん、今株のね大変、著名なアナリストとして、いろんな番組に、ご出演されています。新野さん池袋に登場です。そして同じく株式市場では大変有名なカタリストということで、桜井英明さん、こちらは日興証券時代にはトレーダーやってらっしゃったということで、大変博識な方でいらっしゃいます。桜井英明さんは5月12日大阪に登場します。そして名古屋です。同じく5月12日土曜日ですが、大島テルさん、大変有名な方ですけれども、知らない方のために、自己物件のインターネットの大島テルっていうサイト見たことあるという方いらっしゃるんじゃないでしょうか。私はたまにチェックしますけど、私も見たことあります。そうですよね。事故物件を全国のこう取りまとめていらっしゃるということで、不動産事情ですとかいろいろな裏話が聞けるんではないかと思います。なかなかこういうところでお話しされることは少ないので、はい、大変興味深いセミナーになるかと思います。大島てるさん名古屋に登場ということで、すべてのセミナーこちらまでお問い合わせください。フリーダイヤル 0120-301-052 番までお気軽にお問い合わせいただければと思います。または、マーケットスクランブルのホームページから、サンワード貿易の、ホームページのバナーがありますので、こちらクリックしていただいてセミナーの詳細ご覧いただければと思います。皆様のご来場お待ちしています。ということで、今日のマーケットスクランブルはサンワード貿易の、
松永秀さん、陳長貴さんと一緒にお送りしてまいりました。松永さん、陳さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん、また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。